はい、こんにちは。今回はベラの紹介動画です。個人的には最強英雄と思っています。えー、まず、マナスピードが速です。それで、えー、仲間全員のミニオンを呼びます。これだけで盾役としてとても優れていることがわかると思います。 そしてこのミニオン、えー、毒ダメージを与えます。えー、ミニオンが毒ダメージを与え続けてくれます。これは、例えばリガルド。リガルドのステータス以上を解除するを使っても、またダメージを与えるんですよ。また相手を状態以上にするんですよ。このしつこさがかなり鬱陶しいです。 ただし、えー、この毒ダメージ、そんなに大きくはないです。だから、えー、クラリッサやサルタナといった毒ダメージとは競合してしまうので、ちょっと相性が悪いです、えー。頼りにできるほど強くはないけれども、無視できるほど弱くもない。それがベラのミニオンによる毒ダメージです。えー リガルドの、えー、状態異常を解除するをされてもまたすぐに状態異常を与えるこの鬱陶しさが、えー、ベラのまず特徴ですそしてなんといってもこのミニオン、えー、ターゲットが新たなミニオンを受け取れなくなるという特殊スキルがありますこれは えー、黄色星3のクワシルと同様のスキルです。えー、これがいかに鬱陶しいかを今から、えー、やっていきます、えー。相手のセンターはテルディアです、えー。ミニオン使いですね。そしてセシャットがいます。えー、セシャットはやっぱりあのー ミニオンがミニオンを呼ぶのが鬱陶しいですよね。このミニオンの盾の間に、この自身の属性リンクでどんどん回復していきます。えー、セシャット自身のアタッカーも大きいんですけれども、その後のミニオンが鬱陶しいんです。えー、ゲームの都合上、テルリアよりも先に、えー、こちらの ベラがスキルを発動するのは負けると思ってます。けれども、セシャットに対しては、えー、先にベラが発動できるんじゃないかなと思ってます。えー、その辺を踏まえて、はい、行きまーす、えー。まず、おー、いい盤面ですね。テルディアをパズルで倒してしまいましょう。 おおちょっとびっくりするぐらいいい盤面でしたではまずはジムキサで攻撃力を上げてえー、先に、えー、ここ行きましょうかね順行きましょうかねえー、忍者軍団は回避される恐れがあるので順を先に行きました そして、えー、一応、女王様を発動して、さらにブーストも行っときましょうか、えー。初期盤面がかなりいいですね。えー、さらに、では、紫を空打ちします。も、 赤い紫を打ちまして、えー、ベラを発動しましょうか。今回はメラ、えー、ベラの動画ですもんね。はい、挑発も効いてます。では、えー、ベラを発動します、えー。ついでにブーストもかけます。 えー、今回盤面よすぎましたね。えー、ではとりあえず回避されるかもしれないですけど。はいではもうここであの女王様発動したら勝ちかもしれないですけど、えー、今回はちょっと控えます。 えー、今、セシャットには、新たなミニオン受け取り負荷残り2ターンっていうのが発動しています。ここで、えー、っと、じゃあ、無駄だま、ちょっと、えー、時間稼ぎをします。では、わかりづらかったですね。 はい、ありがとうございました。テイク2あると思います。はい、ありがとうございました。